でも正直医療もある分野ではヤクザ絡んでるなって、やっぱ生活保護。生保ビジネスみたいなのはもうヤクザズブズブで俺はなんかやってらんねえなっていう。でもさ、その国のシステムがもうしょうがな、そうなっちゃってるからしょうがねえんだよな。もう生保ってさ、でも医療と切っても切れないんだよ。はっきり言って、なんで生活保護が医療とズブズブかっていうとさ、生保の人ってさ、医療費ただなのね。我々って3割負担して治療を受けてるじゃん。要は、だからどんな治療、まあ、どんな治療っていうか、その国が定めた治療だったら、どんな治療を受けても、本人が負担しなくていいんだよ。だから医者が提案するわけよ。これもやりましょう、これもやりましょう、これもやりましょう、これもやりましょうって。薬はこれ、要は、薬これ、これも飲め、これも飲んだ方がいいです、これも飲んだ方がいいですって飲ませるわけじゃん。そうすると、病院は加算取れるわけよ。で、我々の血税からそれを、税金を国に納めて、なんちょ、3兆円なんだよ。3兆円。橋本知事が言ってた。橋本も言うよな。それを問題にしてたじゃん。で、それって本当にさ、諸悪の根源なんだよね。でも病院って別にそれ、ヤクザのためにやってるわけじゃなくてさ、会社だからさ、やるわけよ。会社だから。悲しいでしょ。いや、ベーシックインカムっていうかさ、だから、負担させればいいんだよ、別に。お前ら、そんな、1割、2割、3割負担できるだ。そんなさ、四六時中病院行ってるわけでもねえしさ、高額医療制度っていうのがあって、月々8万円以上は返ってくるわけよ。それぐらいは負担してもいいでしょうっていう、ふうに思っちゃうんですよね。ヤクザが絡めない企業は銀行だけだぞ。やっぱどこでもやっぱ、なってるんだ。医者の偉い人はヤクザと繋がってるってこと？いや違う。医療のそういう、医療とか国のシステムの盲点をついて、例えば、製法ビジネス、ヤクザがさ、ヤクザっていうか黒い集団がさ、生活保護受けませんかつって、バーって同じマンションに集めて、受け取りに行くとき、例えば、徴収するわけよ。全額自分でもらって、そこから、だから3億円ぐらい月々儲けてるって言ってたよね。大阪のさ、なんだっけ、そういうマンションがあるんでしょ。生保マンションみたいなのに、生活保護を受けてるやつをバーって集めて、給食とか出して、月々いくらもらんの？ 10 万ぐらいもらうの、生活保護って。つっても生保の大半って年寄りじゃないの。まあ、そうだね。18万もらうんだ！へぇー！すごっ！そんなもらうんだ！それ以上この話やめる11年時、いやでもそんなもう当たり前のことだから。当たり前のことだから別にそんなの表に出せていいんだよ。本来もらわなきゃいけない人にしっかりあげればいいじゃん。なんで働いてる奴の医療費は無料で、有料で、無職のゴミどもが無料で。いや無職っていうか本来なんか生活保護ってどういう人に与えるべきものなの？個人的な付き合いもダメなのダメだね。俺だったら絶対しない。どんなに誘われても絶対しないかな。きっぱり、その間接、多分そういう人と付き合う、間接的に、薬物を進めてきた人、その、黒い交際を誘ってきた人はもう確実に連絡は取らないかな。親に迷惑かけるからね。あと、親父が、それしたら俺はお前を殺すって言われてんのね。殺すって言われてんの。俺、まだ死にたくねえから。俺、本当にガチで殺すって言われてるから。いや、でもやっぱりさ、おかしい話だよ。なんかさ、自分たちがさ、納めてる税金がさ、ヤクザの元に流れるなんて本当に。いや、それはさ、いや、純ちゃん、それは社会の仕組みだからって言われても、俺は納得できないね。絶対、もう、根絶してほしいね。絶対的に。だから俺さ、なんか、ああいうのを美化する、ものたちを全部排除していけばいいと思うんだよ。俺も龍が如くとかもやめた方がいいと思うんだ、あれ。ヤクザって悪じゃん。年金も3兆くらい消えたらしいぞ、そうなんだ。なんか俺はもう、なんか違う、なんか一生懸命やってる人たちが本当にバカを見るのは本当に良くないと思うな。あ、宝くじのお金はどこから来てるんだ？いや、買った人のお金でしょ、あれって。買った人の、お金なんじゃないの？別に税金から出てるわけじゃないよね。俺システムわかんないんだけど、買ったことないけど。
そうだよね。買って、その中から一部をトップに渡しますよってことでしょ。儲け出てるよね、絶対ね。銀行儲けてるんでしょ、あれ。黒字経営だよ、多分な。あれ、還元率 55%! ふざけた商売だなぁ。てかさ、宝くじ、サマージャンボ、あったわけじゃん。あれ、売り上げっていうか、いくら、売り上げがあって、いくら配当で出てんの？教えてくんない？バカだね、人間ってね。当たるわけもねえさ、宝くじをさ。バカだよな。宝くじの収益は公共事業に回されるって名目だけどな。へぇー。スロットですら 90% 割らないぞ。あ、そうなんだ。900億円販売で、当選金4200億円。4800億も儲けてんだ。ふざけんなよ、マジで。お前ちょっと、お前4800億ってとんでもねえ額だぞ。恐ろしくねえか。恐ろしい。え、うちらもなんか宝くじやろうぜ。俺ズルしねえから。加藤純一宝くじやろうぜ。やめろよくない？え、だからさ、みんなでさ、100円ずつ持ち寄ってさ、待てよ、1000人参加したとしたらいくら？ 1000 人参加したらいくら？犯罪なのそれ！なんかうまいことさ、法の目をかいくぐってさ、あれしようぜ、法の目をかいくぐって。やろうぜ、法の目をかいくぐって。あ、ギャンブルなんだ。え、でもさ、え、例えばさ、協賛みたいな形にすればいいのか。協賛。だって、ゴッズガーデンだってそうでしょ？優勝賞金。じゃないの？あれ、うまいこと、だってゴッズガーデンさ、格ゲーの優勝者に、参加費取ってない。え、どういうこと？それやったら自宅にガサ入れくる、マジで？条件20万までなら OK。収益関係ない人の出費。あー、なるほど。収益関、なるほどな。いや、高須クリニックが1億円出すから、純ちゃんのところで、なんか、大会開いてってなったら OK なんだ。俺たちで集めてやるのダメなんだ。はー、なるほど。わかりました。そうだな。じゃあ、高須クリニックに出してもらおう。あー、そうだね。スポンサーってことだな。あ、そうなんだ。うん、まあ、できてんな。別にいいじゃんね、そんなさ。黙ってやろうぜ。なんかバレねえように。放送やったらバレるから、なんか適当に予約公演とかでやろうぜ。サイコロ使って。バレねえだろ、そんなのよ。一人1000円持ってってさ。バレねえだろ、チンチロやろうぜ。チンチロ。バレるんだ。じゃあやめよう。バレるんで やめます。馬できてるね。そうやってなんかちゃんと独占、国が独占できるように。まあそうだよな。そんなこと言い始めたらやりまくるもんね。別にケチくせやらせてもらっていいじゃねえか、別に。んなの。あ、だから巨人のエンジン賭博もアウト。あ、まあそういう理論になるね。一人1000円で1000人集まったら100万か。うまくない？参加費1000円で、バック100万だよ。1位になったら。でも1000分の1か。まあでもありだな。くっそ盛り上がるだろうね。なんか。めちゃくちゃ盛り上がる。だからみんなギャンブルやるんだ。だからみんなギャンブルやるんだな。そういうのにヤクザが絡んでくると。なるほど。じゃあホープさんにちょっとお願いします。うん、なるほど。わかった。社会のまた一つ今日も俺賢くなりました。